いきなり始まった。こんにちは、ご視聴ありがとうございます。実況動画投稿しております林と申します。よろしくお願いします。今回やるゲームは集まれ動物の森ということで初見実況でございます。コロナウイルスの影響で外出する用事がなくなってしまったので勢いで買ってしまいました。早速始まりましたので実況していきたいと思います。豆吉さんこんにちは。どうこそいきなり噛んでしまいました。よろしくお願いします。無人島移住パッケージの手続きカウンターでございます。今回ですね、動物の森シリーズをやるのがそもそも初めてで、友人のプレイしてるのをちょろっと見たぐらいで、そもそも動物の森とは何ぞやというところなんですが、今回なんか無人島にでなんか開拓をするみたいな感じなんですかね。たぬき開発の豆吉さん、あ、どうぞ吉奈に。なんか無人島ツアーみたいな、無人島ツアーってあるのか。つぶきちさん、豆吉さんとつぶきちさん、よろしくお願いします。その名前成長した後辛くないか。なんか可愛いな。あ、よろしくお願いします。なるほど、開拓者として抜擢されたっていう感じなのかな。早速ですが準備を始めていきます。はい、あ、なるほど、プロフィールを入力していくわけですね。お名前と誕生日を、いきなりそんな個人的なことを聞いてくるのかい。まず名前は林と申します。よろしくお願いします。おお、え、あ、名前呼んでくれるんだ、すごい、昔のギャルゲーみたい。 OK、誕生日は7月の25日でございます。ほい、決定。OK。なんか、たぬきちさんっていう人がいるんですよね。人じゃねえか。たぬきちさんっていうたぬきがいるんですよね。二人は、たぬきちさんの血縁、二人ではないか。二匹くん、ややこしいな。二人はたぬきちさんの血縁者なのかな。今度は、私のちょっと待って。私、顔出し実況者じゃないんだけどな。身だしなみとかじゃねえんだよな。残念ながら世間様にお見せできるような顔じゃねえっつってんだ。あら、かわいい。かわいい営業スマイルだこと。なるほど。キャラクリエイト的なことですかね。メガネはあるんでしょうね。メガネがトレードマークだと勝手に自分で思ってるんですけれども、メガネないと困るんですが、一旦カットしましょう。メガネがない。まあいいでしょう。まあとりあえずこんな感じで。はい。後で変更できたりとかするのかな。モブだもんな。いや、メガネをかけたところでモブ顔だけど、いい感じだと思います。なんか本人写真ってそういうことじゃなくないか。はい。移住する島を相談しながら、あ、決められるんですね。決められるってことは複数の無人島を所持してるってことですよね。やるな。四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。はあ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 。北半球と、あ、そんなところから始められるんだ。すごい。手広いな、たぬき開発。スムーズに始めていただくため、これまで慣れしんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。これもしかして、リアルの季節と連動してるってことなのかな？日本です。はい。ああ、日本にお住まいなんですね。あ、なんかちょっとこう、ピコピコ言ってるけど、なんとなくそれっぽく聞こえるのがすごいですね。道理で日本語がお上手なわけです。バカにしてんのか、お前。とにかくそういうことでしたら、林さんには日本と同じ北半球の島への移住をお勧めし、ああ、そうですね。私、動物の森初心者ゆえ、言われた通りのプランで行きましょう。携帯とかだとわけわかんないアプリいっぱい入れられるやつ。はい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 。実際に移住する島を選びましょう。これ、あれなんですよ。私は人間なんだな。私は人間なんだってなんだ。異能の力を得て迫害される主人公みたいになってるけど。動物の森と言いつつ主人公は人間なんですね。大丈夫かな？レギュレーション違反にならない？無人島は無人島ですので何にもありません。あ、なるほど。それだと動物の森ではなく人間の島なのでは？俺が移住することによって。何かゲームの根底が崩れるような気がするけれども。ああ、大した違いもないので。ああ、親切だな。ちょっとこう、若干メタっぽいことも言いつつ。はーい。かわいいな。この後ろで、ませーっていうのがかわいいですね。ああ、なるほど。どれがいいかな。この、なんか、枯葉みたいな葉っぱマークがあるところが自宅になるのかな。これ、ここかな？これにしよう。特に理由はないですけれども、
水源が2つあるのがいいと思う。はい。なんだろう、こう家を作っていくやつなのかな。なんか町を作っていく感じのゲームだったら私も一加減あるんですけれども、そんな感じのゲームなのかな。もし無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、この中のどれを選びますか。あー、なるほど、暇つぶし食料。いやー、どうだろう、無人島の環境にもよるよな。意外と娯楽なんじゃないか。明かりか娯楽。寝袋とか食料とかはなんか現地調達をしていくというサバイバルな気持ちで、暇つぶし、やっぱ娯楽がないと人間ね、心が死んでいくから。どうした関係ないんかい、おちょくるね、さっきから人類をさ。お、そろそろだな。この主人公の林くんは無人島に移住するってのはなんかやらかせたのかな。よ捨て人になってしまった過去が気になるけれども。ああ、やったー、楽しみ。そこの無人島を開拓していくっていう、そういうゲームなのかな。 Good afternoon。 アメリカ語は苦手なんだ、悪いな。ほう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 。チャーター便、結構金持ってるぞこのたぬき商事。たぬき商事じゃない、たぬき開発。イメージ映像をご覧になってゆっくりおくつろぎください。はい。いやー、こういう初見実況が久々ですね。もう5年ぶりぐらいかな。なので新鮮ですね。おー、なるほどなるほど。へー、あ、虫捕りとかもできるのかな。昔僕の夏休み2の実況してた時に虫捕り熱中してたんですけど。おー、あ、動物さんもいるんですね。逆に主人公浮かない？え、なんか島に着いたら、うわ人間いるよみたいな感じにならない？大丈夫かな。あ、この人がたぬきさんか。あ、いい BGM だな。私ゲーム音楽が好きでして、先ほど動物の森やったことはないっていう風な話をしたんですけれども、動物の森のサントラだけは持ってるんですよね、なぜか。いいな、今回の集まれ動物の森もサントラ出てくれるといいですね。わあ、なんかいいな、本当に飛行機で流れてそう。ワクワクしてきた。どんな生活が待っているのか。いやー、ここから新しい人生が始まっていくわけか。前に何したか知らねえけど。ここから動物たちとのゆるふわスローライフが噛むね。林くん、久々にこういうタイプの実況、久々だから噛むね。ゆるふわスローライフが始まっていくということですね。まあでもどうなんだろう、無人島っていうからにはそれなりにハードなサバイバル生活なのかな。どっち寄りなんだろう。どうもどうも。メガネはないのかな。長旅お疲れ様でした。あ、一緒に共同開拓者がいるのか。皆さんにはこれから無人島生活のオリエンテーションを受けていただきます。はあ、開拓ってわけではないのか、まあ、パッケージツアーみたいな感じだから。社長が待機している広場が、あ、それがもしかしてたぬきちさんなのかな。広場に移動する。はい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 。エルスティック、はい、これか。はい、あなた、こんにちは、ひょうたさん。まずはガイドの2人はい、ごめんなさい、ちょっと無駄話しちゃった。あ、あなたがたぬきちさんですね。あなたツイッターでもう畜生のように言われてますけど、何したんですか。ま、動物だから畜生なのは当たり前なのか。天候、はい、アグネスさん。あ、自動ポルノは持ってません。ひょうたさん、アグネスさんは何の動物なんだ、ちょっとわからないな。林さん、あ、どうも、人間代表林です。すいません、なんかちょっと浮いちゃって。3名お連れしました。ダナモ、名古屋の人なのか、人じゃねえか。どうした、どうもどうもって聞こえるのがすごいな。でようこそダナモ。ああ、たぬきちさんですね、やっぱり。
無人島生活を始めるだなも、何の目的で招集されたんだ俺たちは。ここからまさか血で血を洗うデスゲームが始まったりしないだろうな。あくまでもパッケージプラン。釘を刺してきた。ああ、それは助かる。もう右も左もわからんもんで。寝る場所の確保をお願いするだ、お願いするんだ。サポートしてくれるんじゃないのか。不動産業もやってるから無人島に立派なお家を建てること、あ、できなくはないけどってことはすぐには建てられないのか。あ、なるほど、しばらくテント暮らしで。豆吉かつぶ吉からテントを受け取って好きな場所に貼ってきてちょうだい。はい、わかりました。アグネスさん、アグネスさん、あ、何、あ、ごめんなさいごめんなさい、すいません、アグネスさんに気を取られちゃったから。かわいいな、つぶ吉ちゃん。つぶ吉さんと豆吉さんは見た目上の違いはあるのかな。はい、ありがとう。 X のポケットからテントを選んで、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。地図も助かる。地図を頼りに戻ってきてください。かしこまった。はい、ありがとう。つぶ吉かわいいな、かわいいな。ペットにならんか。X で、あ、なるほど。で、お、セーブできない。あ、 B でダッシュできる。なるほどね。あ、ジャガって言うんだ。はあ、ヒョウなのにジャガなんだ。自然を感じられるところにテントを張って心と体を鍛えようと思ってるんだ。あー、なんかすごいな。武人か。何時、これはオレンジかな。柿じゃないな、オレンジだな多分な。よし、あ、いた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 。アグネスさんは、アグネスさんは、アグネスさん、アグネスさん、豚か。なるほど、豚かーって、女の子に豚かーって言っちゃった。ただの悪口みたいになっちゃったな。まだ決めてないんですよ。まあ確かになんかいい人だな。人じゃないのか。慣れないと。人じゃないんだ彼らは。向こう岸には行けないのかな。行けなそうですね。まだいつか橋とか建てられたりするんでしょうか。じゃあそうだな、食料があるところがいいなと思うのでこの辺かな。いやでもなるべく中心に近い方がいいかな。うん、ここにしましょう。なんかちょっとこう広くていい感じだし、近くに食料もあるし、ここでテントを使えばいいんだな。ここに建てる。ああ、なるほどなるほど。そういう、ちょっと一旦半歩引こう。半歩引いて、よし、ここに立てる。まあいい感じじゃないか。よし、あ、そう、あ、想像してみる。そんなイマジネーションにあふれた人物なんだ。あー、やぶさかではないよ。 OK、 よし、やった、似てねえな俺に。無人島生活の第一歩、よし。結構近場だな。たぬきちさん、テント張りました。鼻すごいな君な。あー、はい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 。あ、なるほどなるほど。よし、ジャガオさんだっけ。ジャガオさんはどこ行ったっけ。あら、ここの辺にいたはずだったんだけど移動しちゃったか。あー、いたいた。アグネスさんから、あ、先に、まあいいや、ジャガオさんから話聞こう。ジャガオさんじゃねえ、ヒョウタ。ヒョウタだった、ごめんなさい。テント張り終わりました。なんか岩タイプのジムリーダーみたいだな。はい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 、良さそうな気がしてるんだけど、どうも、あ、いいんじゃないかな。探してあげるよ。
どうし、うん、いや、もういいと思いますよ。うん。おうおうおう。はあ。おう、いいんじゃない、いいんじゃない。なんか違うか、いや別にいいと思いますよ。そんな全幅の信頼を置いてくれてるんだ。初対面でしょ。いきなりがっつり距離詰めてくるな。慣れられるかな、彼の距離感に。陽気の匂いがする。実はどうしようかなって言ったから助かったよ。まあでもいい人っぽいからいいですね。アグネスの方はどうなんじゃ。ウィス。あ、なるほど。ここはあれか、ゲームシステム的には彼らの家を好きなところに決めていいよっていうことなのかな。うん。あ、なるほどね。決めちまおうかと。なかなか肝っ玉な感じなのかな。なんか2人とも東サイド、島の東サイドっていうのはなんかちょっと寂しいですね。僕が西サイドにいるんで、アグネスさんには西に来てもらおうかな。探してあげるよ。うん。いや、もう任せてください。もう気遣いの林と引っ越す前は呼ばれていたので。なるほど。はーい。せっかくだからな、いいところにしてあげたいな。かわいいなアグネちゃん。あ、この辺とかいいんじゃないかな。若干半歩左じゃない、右と左がわからない。ここいいんじゃない。ここに決めましょう。いいと思う。全体的にこうばらけてテントが、全員のテントの場所も決まったし、広場に戻って、よーし、今日ひょうたくんとアグネちゃんとトリプルタヌキとの生活が始まっていくと。しずえさんっていうのはいないのかな、今作は。なんかあのスマブラで見た、任天堂ダイレクトで見たんだけど。あ、後で変更もできるのかな。はい。わーい、キャンプファイヤー。何年ぶりだろう。子供の時以来だな。今子供たちってキャンプファイヤーやるのかな、ボーイスカウトとかで。ボーイスカウト自体あるのか今。会場設営、私は。あ、なるほど、ここで物資の回収方法について学べるわけだ。はーい。はーい。何集めればいいですか。はい、細めの枝を拾ってきてほしい。木の枝はあと10本。はあ、なかなか結構なかったな。 Y で拾える。了解しました。オレンジらしき実の正体を調べて。あ、なるほど。はーい、いい人じゃん、たぬきちさん。なんであんなに、あ、こうやって拾えるんですね。なんであんなにこう Twitter とかでは。タヌキチさんってまあタヌキじゃないですか。アメリカってタヌキとかいないですよね。もともとタヌキって極東のあたりにしかいなかったはずなんで、今ヨーロッパとかにはいるのかな、わかんないけど。でもまあ世界的な生き物ではないですよね。あ、なんか話しかけられるのかな。あ、豆吉ちゃん出た。はーい。だからタヌキがいない国の人たちとかってタヌキチさんのことタヌキだって認識できるのかな。アライグマかなんかだと思われてたりとかしたりして。よし、これで10個集めましたね。え、ちょっと待って。今衝撃の事実は、このベルっていうの通貨ですよね、おそらく。ゼロベルなんだけど大丈夫。新生活を始める上で無一文できたのか、この男は。はい。はい。どうぞ。
オレンジの方は調査進みましたか？はい。おお、ありがとう。オレンジに見えたあの実は？ああ何も新しいことは分からなかったんだ。人数分の6個。はい。A で揺すって身を落としてから拾う。なるほどね。アゲハチョウがいた。オレンジオレンジオレンジ。はい。X か。X じゃない、Y だ。あ、一つの木から三つ手に入るっていうことは、まあ、これで OK なのかな。よしよしよし。完璧に理解した動物の森を。集めてきたよ。人数分一個ずつで足りるかな。もうちょっと拾ってきた方がよかったかい。うん。わーい。キャンプファイヤー、祭りが始まる。楽しみおじさん、楽しみおじさんってなんだ。はい、天下。よし、ワクワクしてきた。味噌汁なのに、やったー。すごいな、一瞬で火つけたな。キャンプ慣れしてる。商売や不動産業をやってきたけど、多分もうあれなんですよね、シリーズでずっと出てる人なんですよね、たぬきちさんは。これまでの経験の集大成として立ち上げた一世一代の新ビジネスなんだもん。ああ、なるほど。当初の計画よりは少ない人数でのスタート大丈夫か、ちょっと暗雲が立ち込めてると事業に。そうですね、あとから人を呼べたりするのかな。はい、チンとして。どうした？うん、そうですね、俺がいなかったら無人ではあったけど、もう人が行っちゃったからもう無人島ではなくなったですね。僕たち最初の住民でこの島に名前をつけるだな。もう、おー、なるほどね。あ、これ自分で考えるのか。あー、なるほど、何も考えてなかったな。ちょっと待ってくれ。島、島、島、どっちでもいいのか。どうしようか。インファント島にしよう。インファント島はダメだな、怪獣が出てくるから。ちょっと待って、カット。ルネ・デカルト散々悩んでシャレかい。まあいいでしょう。機械論的動物の森が始まっていく。はい、どうかな、ウケるかな。ちょっとドヤ顔で出してスルーされたら、もう早くも無人島生活でリタイアしたいんだけど。はい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 。はい。異色のネーミングセンスって言われちゃった。はい。ルネデカール、とうまで入れていただけないか。そのままでは意味をなさんのだ、その単語は。あ、でもなんか評判がいいぞ。やったー、ありがとう。はーい、塔まで入れてくれ。やったー。はい、よろしくお願いします。はい。おお、なるほどね。あ、選べるんだ。よしよしよし。ルネデカル塔ですね。デカル島だともう何が何やらになっちゃうから、星の名前みたいになっちゃう。はい、やった。え、マジで？いきなり村長みたいな役割を、このどこの馬の骨とも知らない人ですけれども、私に任せていただいていいんですか、田口さん。あら、まあ、島民代表に就任いたしました。僭越ながら私がルネデカルト島民代表でございます。国を挙げて神の存在証明をしていこう。どうしましょうか。ま、そうですね、頑張ります、頑張ります。当たり障りない言葉でお茶を濁しておこう。うん、はい、
乾杯。やったー。あ、俺が取ってきたオレンジだ。それね、俺が取ってきたんすよ。島民代表として。フレッシュジュースなんだもん。グッドラック俺たち。やったー、乾杯。なんか楽しいな、このゲーム。すでに楽しいな。あ、お話できるんだ。タンバリン。はい、俺たち次第ですよ。かわいい。いやー、いいですね。アグニャン、アグニャン、アズニャンみたいな感じで言っちゃった。豚だし、ニャンじゃなくて。うん、あー、まあそうでしょうね。めっちゃいい子じゃん、マメキッチ。子供なの、あなたが、あなたの。あー、なるほど。まあ一通り話したけど、ちょっともうちょっと何もなかったらカットします。はい、はい。渡したいものがある。ああ、はいはい。明日もね、みんなで乾杯するかもしれないから、明日のためにみんなのためのオレンジ取っとこう。おお、びっくりした。コガネグモだ。よいしょ。枝とかも必要になるかな。よし。お、なんか別のやつ拾った。雑草拾えるんだ。あー、なるほど。なんか無人島のあれだな、整備もできると。あ、じゃあこの石とかも拾えるんじゃないか。お、石いいですね。これは車庫外。車庫外拾えるわけじゃないのか。エビス貝、エビス貝は分かんない。なんかいたぞ。なんかいた。貝が下にいるぞ。あ、何、指突っ込もうぜ。まあこんなもんかな。なんとなく回りましたけれども、向こう岸に行けないのがまだちょっと気になりますけれどもね。じゃあたぬきちさんに、なんか渡したいものがあるって言ってたから。はい、うん、そうですね。だいたい回ったんで休ませていただきましょう。何をいただくんだろうか。葉っぱ。タヌキに、俺もタヌキになってしまう。頭に乗せるとタヌキになってしまう。ベッド。ああ。支給品のキャンプ用品だから開けて自由に使ってくれていいだろう。ああ、ありがとうございます。ベッドに横になりたいときは L スティックで寝転ぶ。あ、はい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 。はーい、お疲れ様。また明日。バイバイ、アグニャン。ねえ、わかる。よし、郵便受けがあるけど、郵便を出せるのか。よし、さて中に入ったけど、なんか、あー、結構あれなのかな、室内のレイアウトとかもできるのかな。あ、なるほどね。はい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 。おお。ああ、なるほどなるほど。んー、そのままにしよう。じゃあこれは、あ、ランプか。ああ、楽しい。そうだな、これでこの辺に飾るでいいのか。ああ、なるほど。ああ、思ったよりちゃんとしたベッドだった。なんか葉っぱに寝転ぶのかと思っちゃったけど。わあ、いいですね。で、これで、ゆるスティックで寝転べる。こういうことか。ああ、よしよしよし。やっと眠れた。ベッドに横になるのになんか2、3分くらいかかっちゃった。眠っちゃい、ああ、なるほど。時間経過なのかな、横になるだけっていうのは。まあ、翌朝から始まるらしいんで、この辺で終わりましょうか。今回パート1になるかな。いやー、次から、翌日から、新しい
キャンプ生活が始まるということで楽しみですね。そうだな、どういうペースになるか分かりませんが、お、なんだ、トタケケっていう人だろう、この人、人じゃないか。はい、トタケケってあれですよね、サウンド、動物の森のサウンド作ってるトタカさんがモデルなんですよね。ヨッシーストーリーの曲とかも作ってる人。ああしろこうしろと指図する人もいないし、夢の中の世界か、これ好きなようにやったらいいんだもんな。うん、一人じゃないけどね、もうみんないるから。うん、おー、なんかすごいな、三尾さんみたいなこと言い出した。うん、あー、はい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 、まあ、なんかそれっぽいこと言ってるな。綺麗な中と喋っちゃってこんな。かまへんで。もうそろ目覚めた方がいいな。おお、やっぱ夢なんだなこれ。うん。この会話聞いてくれより大手口した方が。うん。聞いてほしいと思うよ。ああ、はい、わかりました。たさんとんだが君場所にパーピンに来ればいいね。あー、なるほど、なんかこう通信的なことができるってことなのかな。集まれ動物の森っていうのはそういう意味なのかな。目覚めた後は現実と同じ時間の流れの中で、やっぱりそうか、なるほど、君の暮らしを楽しんでくれよな。はい、またね、トタケケさん。あなたはどういうポジションの人なんだ。なるほど、今ね、お昼の1時半ぐらいなんですけど、そこから始まっていくわけか。ずっと寝てたんだな、昼過ぎまで寝てるのかこいつは。寝ぼすけさんだな。はーい、じゃあまあそうだな、集まれ動物の森というゲームの全容がまだ把握できてないので何とも言えないところではあるんですけれども、とりあえず1週間に 2,3 本ぐらいのペースで更新していければなーと現状では考えてるので、次回以降も見ていただければ幸いです。それでは次回もどうぞよしなに。